体積を測るための道具の例体積とは、ある物体が3次元の空間でどれだけの場所を占めるかを表す度合いである。和語では、傘という。容積、容量は、ある容器を考えたとき、その中に入り得る量のことを指す、一般語である。しかし、物理量としては、容積は体積と同一であり、容積の単位は体積と同じものを使用する。日本の計量単位を定めている計量法体系においては、容積の語が用いられることはなく、すべて体積である。また、食品表示基準も、食品の内容量の表示規制上、容積の語を用いず、体積の語を用いている。数学的には、3次元空間内の部分集合の定義関数を積分して体積を定義する。直感的にはまず脳型体の体積を定義し、一般の立体に対しては小さな脳型体の集まりでその立体を近似した極限をもって体積を定義する。体積のより広い概念として速度がある。0次元の概念である点、1次元の概念である線。あるいは2次元の概念である面の体積は上記の積分による定義では0である。基本的な体積計算の公式をいくつか示す。体積の単位には SI では立方メートルを使用する。なお、センチメートル3は立方センチメートルであり、立方メートルに補助単位を用いたものではない。また、1000立方センチメートル=Lをベースとした単位もよく用いられている。cc という単位もよく利用されるが、立方センチメートルを英語読みした時の略称で、ミリリットルと同じ量を表す。借款法の体積の単位は1、と、小、合、歳などである。化学分析では、体積計が用いられる。特にガラス製のガラス体積計については、国際標準化機構のもと詳細な構造や、使用方法などの規格が定められている。体積計には、メスフラスコ、ホールピペット、メスピペット、ビュレット、メスシリンダーがある。これらには、メスフラスコのように容器の全量の目盛りまで液体を入れた時に表記された全量を体積として表す。需要の器具と、ピペットやビュレットのように排出先端で定められる。固有の排出時間内に外に排出される液量を体積として表す必要の器具に分けられる。ありがとうございます。